構やっぱり今煮崩れとかするじゃないですか、トラックガラッとしたりするんで、その度にこう取り直して、なるほど、状況の変化っていうのはアップデートしていくと。でもこういう、まあ、障害物ってみなしますので、これに干渉しない、この中にあるものに干渉しないっていう大前提の上で、軌道を考えるんですね。ちなみに今設定としてこれ見えない、消してますけど、見やすいように、このフレームですとか、この透明の壁ですとか、これも一応もうこの中に設定されてるんですよ。なんでこの壁とかフレームに設定しない上で、干渉しないっていう大前提の上で軌道を計算して事実的に動いているのが分かるわけです。でこれ 100% とまではいきませんけれども、失敗しても止まらずにまた戻って見直して取りに行って、止まらずにこう回し続けられるっていうのがやっぱりその現場で使う上では大事なんですよね。ロボットまだまだできることできないことってありますけど、こういうバラ積みは、バラ積みのピッキングっていうのは弊社の技術が役に立つところですね、はい。もう端っこの取りましたね。いいですね。動きがかっこよかったですね。今のも変わった取り方ですよね。そうですね。